皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボール2024予告出ましたので紹介していきます。今回は国籍プレイスタイルヒントだね、まあ、シンプルな内容になったようです。ということで早速見ていきます。今回はね、まあヒントはあるけど正解はちょっと導き出せないかもね。まあなんとなくね、想像がつく選手もいれば、いやこれ2択だよなみたいな選手がいます。見ていきましょう。こんな感じで毎週予告についてあーでもないこうでもない言ってますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まずは左、ドイツのリンクフォワード、これはまあ硬いと思いますね。ハバーツでしょう。ちょうど少し前にビッグタイムも来ましたけどね、それもリンクでしたが丸かぶりしちゃうね。まあ、持ってる方持ってない方いるとは思いますけど、まあ、前回来たのが CF から OMF という逆パターンでしたからね。現在 OMF 登録で今回 CF ですからね。多分おそらく決定力もありフィジカルなんかが伸ばされるんじゃないかなと予想します。まあ、初期からスキルいいだけにワンパとかつくかな、そんなところ期待したいね。で問題は中央ですね。イングランドの2列目からの飛び出して、こちらがブースター付きになっています。おそらく CMF より前のポジション、OMF やサイドハーフで起用された選手だと思うんですけど。ってなると、ウエストハムのプラウズ、あとは引き分けからやってくるならユナイテッドのメイヌ、まあこの2択かな。一応クラークの線もありますけどね、星5なんで星2から一気に上がるかって言われるとどうでしょうね。って感じになるので、メイヌかプラウズかなって感じ。まあ引き分けの試合来ないならプラウズかなって感じはします。以前来たのがこんな感じでした。まあ、パスやプレースキック、カーブの数値はかなり極まった感じできました。現在通常ボックスというボックスなので、2列目に変更という形になるようですね。OMF なら、まあ、パスそのままにドリブルとか上がるのかな。守備はここまで上がらないのかなっていう感じか。ブースターでしょ？あの感じだと、セットプレー系になりそうなんだよね。オーナーからの直接。だよね。セットプレー？そして最後、イングランドのボックス2ボックス。これもプレイスタイルが変更するってことなので、今ボックス2ボックスの選手ではないってことですよね。ということは、まあ、候補に挙げていたイングランドの人で、ボックス2ボックスになる。プラウズ、メイヌは現在ボックス2ボックスですか。ってなると、リコ・ルイスしかいませんね、これは。クラークだと、星5までいかないんじゃないかな。初搭載。右サイドバックから DMF のバグも期待できます。まあ、もともと適性は持っているので、DMF ならそのままって感じかな。CMF になれば、適性が空くって感じですね。まあ、スピード、スタミナ、まあ、ここまで伸ばされないかもしれないですね。特にスピードはちょっと落とされそうだね。DMF ならもうちょっと守備がっつり上げられる。フィジカルとかも上げてもらえるんじゃないかなって感じ。まあ、小柄な選手なので、まあ、CMF の方がいいかもね。ボールの取り感とか影響しそうなんで、そういうところは攻撃面に出る方が強みは出てきそう。まあ、あとはスキルね、キャプテンシーしかないんで、まあ、シュート系、パス系、ディフェンス系、まあ、全てにおいて何かしら。バンバンつけてもらっていいと思います。スキル7つ追加お願いしたい。特にイングランドの2人はあまり FP になっていない2人になりそうなんで、まあ、そのこの辺は注目かな。ビッグタイム派閥取れなかった方は同じリンクで使える週間 FP もいいかもしれません。とりあえず明日はシーズンがね切り替わる日だし、指名契約とかも来るし、どんな更新になるんかね、見ものですね。その他予想動画確認してみてください。ダービーが多かったから、まあ、ダービーからはとりあえず予告はなかったね。どうなるのかぜひご確認を。こんな感じで毎週予告について喋っています。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。